どうも皆さんこんにちは、ピクトです。というわけで今回もガラス玉の世界でサバイバルやっていこうかなと思います。ということで3日ぶりに声を出しましたちょっとなんか熱出てて、ずっとなんか熱出てて寝てたんですけど、3日ぶりに声出したらマジで滑舌が非常に悪くなってると思うので気をつけてください。はい、ということで早速ね、こんなところから悪いんですけども、島をね繋げた状態で今始めてるんで、新しい島早速行こうかなと思います。あとね、残りがね2つぐらいしかな、もうもうないんだよね、新しく行ける島が。だから今日はこの雪山の世界と、もう一個ね、海の島のもう右側の方にあるから、そっち行こうかなと思います。ってことで早速ね、今はね雪山の世界にやってきました。この世界は何があるのかっていう話なんですけども、早速ねエメラルドがまずあそこにあります。そして洞窟というか、なんかそれらしきものがねあっち側にあったんだけど、一回ねまず周りを見てみます。はい。でカボチャがあって、このカボチャ何なんだろうこのカボチャ。この下にさ、なんかがあるとかなんかな。一回下掘ってみようぜ。まあ、特になんもないよね。うん、分かってた。ごめん。周りは特にない感じか。多分、この中と、上の方にチェスト見えるね。早速見つけてしまった。僕さ、熱出たって言ったけどさ、すごいなんかさ、高温ってわけではなくて、なんか37度1分みたいのが、ずっと続いてて、なんか微熱みたいな感じのがずっと続いてて、なんか実況撮ろうかな、いやでもやめとこうかなみたいの続けてたら、3日間誰とも交流せず、一切声出さない生活をしてましたね。うん。さすがに引きこもりとはいえ、3日間声出さないってなると結構ね、辛いっていうことが分かったんで、やっぱ実況って大切だなって思いましたね。友達いないのっていう話はやめてください。いないです。はい、先に言って、おー、なんかゲットした。ゲイのチェストプレートダメージ軽減3。おダメージ軽減3ってさ、強いのか。ダイヤのチェストプレートとさ、ダメージ軽減3の鉄のチェストプレートはどっちが強いんだ。まあ、とりあえず見えているエメラルドはここで回収しちゃって、マジでさ、なんもないのかな。それだったらさ、それだったら、それだったら、なんかあるんだけど、なんか地味に苗木生えてんだけど、絶対ここ一生生えないやつじゃん。今更苗木ゲットしたところでって感じなんだけど、マジか。いや、まさかね、こんなさ、だってさ、すごいなんか、なんていうの、この模様、なんか、チェックみたいになってるけど、ここの下には絶対なんかあると僕はね、信じてるんだけど、なんもないんじゃないか、これは。あ、TNT が、TNT? 待って。なんでこの下 TNT があんの？TNT を使えということか。まさかの TNT を発見した。ここに来て。TNT 使うのか。エンダードラゴンに使えってことか、これは。やばい。モンスター湧きすぎたら、どんだけ湧いてんだよ、モンスター。これやべえだろ。ちょっと待って、一回やばいみたいなところある。ちょっと階段で登るっていう新しいシステム行こう。オッケー、新しい、これは。ということで、じゃあね、最後の島行こうかなと思います。最後の島はね、この海の島のね、隣にある、多分なんかここがエンドなんじゃないかなと思います。エンドにある、これなんていうの？このブロック。このブロック名前わかんないんですけど、これがね、あるんで、ちょっとここに多分なんかエンダーとかがいろいろあるんじゃないかな。これは、これなんだこれ、エンドストーンか。エンドストーンの島があるから、ここに絶対あるでしょ。待って、やばい。ラストボス感がやばい。まさかのここ最終回なのか。エンダーマンがいる。待って。まさかの現地調達システム。ここでエンダーパール集めて、エンダーパールはあるんだよ。エンダーパールは僕持ってるんだよ。ブレイズロッドがないんだよね。あ、そう、ネザーの島ないよね、この世界。あ、待って、下にある。こっから行けんじゃん。なるほど。あ、なるほど、こっから行けってことか。へぇ、ちょっと下にクリーパーとかめっちゃいるから怖いんだけどさ。待って、エンダー愛が完全に足りない気がするんだけど。まあ、とりあえずちょっと探索してみるか。エンダーアイが何個必要なのかをちょっと今見定める。ちょっと待って、ここ。邪魔。オッケー。完全に12個必要だね。12個必要なの。1個しか持ってないよ、僕。あれかな、村人と交換しろってことかな。難しいな、それだったら。ここにあるんかな、もしかして。ちょっと待って、待って。一回落ち着け。スケルトン一回落ち着け、お前は一回落ち着け。よし、オッケー。オッケー、これで、明かりつけ。何？あ、怖い。怖いから、スケさんが生まれてきてるから、ちょっと。こいつら倒しちゃって、この中にあってもいいんじゃないか？てか、ないと困るんだけど、マジでない？チェストを見逃したか、僕は。エンダーアイが入ってるチェストはあるんだけど、それを見逃してるパターンか、ネザーの島がどっかにまだあるかもしんないっていうパターンかなんだけど、マジか。
てか思ったんだけどさ、普通にネザー行けばよくねっていうのにさっき気づきました。はい、ダイヤのツラシをまた持ってきて今掘っています。そうだよね、なんかわざわざさ、ネザーの島とかじゃなくてさ、なんか自分でネザー行けばよくねっていうことになんかなんていうの、固定概念にとらわれていて全く気づかなかったというか全く気づかなかったわ。つうかめんどくさ。ネザー行ってさ、要塞探すのだる。よし、じゃあ早速行きますか。せーの、はい、というわけで行きましょう。オッケー、行きましょう。さあ、どこに繋がるかな。なんか目の前に要塞があるみたいな、そういう粋な計らいがあってもいいんじゃないかっていうことによって、まあ、言霊が発動して目の前に要塞が現れるみたいな、そういうパターンにはね、まあ、ならないと現実はそう甘くないですね。うん。毎回思うんだけどさ、ブレイズと戦うのってさ、辛くね。こいつらめっちゃ強いじゃん、マジで。とりあえずもうゲイの意味使ってくから、どんどん。どんどんゲイの意味使ってくからな。あっち待って、怖い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 、やめてやめて、ちょっと暴力反対、暴力は反対、やめてください。もうカットして多分こんな30秒ぐらいで終わりにする予定だから、なんで仲間割れしてんのあいつらなんか仲間割れしてんだけど、こいつら。ちょっと待ってこっちを見てくれ、こっちを、こっちを。うわ、めっちゃいるんだけど、めっちゃいるけど、なんかツッコミは勝てるんじゃねみたいな、そういう浅はかな考えだけど、無理だねこれは。怖いよマジで、怖いよ、カットするけど怖いよ。いやマジ、バケツ持ってくれば、あ、違う、バケツダメかそっか、バケツ効かないんだったこいつらバケツ効かねえんだ、忘れてた。ちょっと待って、いやでも意外といけるんじゃね。確か6本手に入ればまあ足りるから、6本。あ、意外とペースいいんじゃないこれ。あれ、これ結構ペースいいんじゃね。あれ、カットするまでもないんじゃないか説が俺の中である。だって今だってもうすでに7。オッケー、あっと帰ってこれた意外と近くてよかった。ということで戻りましょう。まさかの今日で最終解説あるよ。そう、最終解説あるというか最終回です。はい、最終回です。ちょっと牛肉だけいっぱい、もう夜だったんかい、まだ夜だったんかい。というわけでここにね、大量にエンダーパールがあるんで、そのエンダーパールを、ブレイズパウダーと合わせていいみたいな感じ。痛い。14個もあればさすがに足りるだろうってことで、これでエンドいきましょう。でね、ポーションがね、こういっぱいまとめてあるんで、これなんか適当に持ってこうぜ。というわけで最強兵器になったんで、これでさすがにもう負けないだろう。ちょ、ウサギ肉はいらないんじゃないかな。オッケー、まあ、こんなキャラはもう勝てるだろうってことで、エンダードラゴンぶっ倒しに行こうかなと思います。肝心なことを忘れていた、ダイヤのチェストプレートをつけている僕は、このままじゃ負ける、このままじゃ負ける。やっぱね、大事なのはね、ゲイのチェストプレート、これがね必勝につながっている。よし、これで OK だ。待って持っていけない。 OK、 これでチェストプレートも捨てちゃえ。 OKOKOK で矢を持っていく、矢を持っていくからの完璧ですね、これが俗に言うラスト。来たー、よーし。というわけでラストやっていきましょう。とりあえずなんか準備として跳躍のポーション飲んどこうぜ。とりあえずなんか一旦跳躍のポーションの、あ、何やっちゃってんの、あ、これスプラッシュね、スプラッシュのパティーンね。オッケーオッケーオッケー。1分しか効かないんかい。全然効かねえな。待って、暗視もせっかくだからなんかつけちゃうよ、せっかくだし。よっしゃ、行こうぜ、レッツゴーレッツゴー。エンダードラゴン、ちょっと待って、最初はどこに生まれてくる。最初は、あ、なんかよくわかんないとこ来ちゃった。もうここさ、上登んないといけないから、まずここが難関。いきなりなんか突っ込んでくる可能性あるから、マジで俺の大ファンの可能性があるから、まあ、こいつは無視して、とりあえず一回上登りましょう。上登ってからが勝負。さあ勝負、よくわかんない。なんかもう、よくわかんない。もう今日の実況は全部熱のせいってしとけばいいんじゃないかみたいなところあるよね。最終回にしてまさかの全部熱のせいみたいな、そういうところもあるんじゃないか。ジャンプ力が高い。なんだここはなんだここは、エンドってこんななんか神々しかったっけ。あ、あれか。あの、暗視のポーションつけてるから、ちょ、待って、やめて。ちょっと戦う気ないから、君とは戦う気ないから、ちょっと待って、やめ、助けてくれ。待って、エンダードラゴンどころじゃない。まずエンダードラゴン、オッケーじゃない。全然オッケーじゃない。ちょ、お前は一回死んでくれ。よし。オッケーオッケー。暗視のポーションやるとこんな神々しくなるのか、エンドって。すごいな。初めて知ったかもしれない。いつもなんかポーションとかやんないからさ。じゃあ早速壊していきましょう。とりあえずゲイの弓でここをね、壊していくと、うわ、エンドラ光ってる、神々しい。めちゃくちゃ神々しい。さあ、どんどん狙っていこう。エイムが下手くそすぎる。エイムがありえないぐらい下手くそすぎる。オッケー、全部壊したんじゃないこれで。よしよし、やっとこれで戦えるぜ。オッケー、狙ってこうぜ。すごい光ってる。暗視のポーション、むしろ邪魔なんじゃないか説ぐらいの。それぐらいな感じで光ってる。当たれ！オッケー、全然当たんない。オッケーじゃない。なんで今オッケーっつったんだよ。サンシャイン池崎並みの、よくわかんねえ、オッケーだな。オッケーよーし、来た。結構当たってる。え、ゲイの意味マジで強くね。あ、そうか、射撃ダメージ増加とかついてんのか。マジでゲイの意味マジ最強説あるんだけど。めっちゃ HP 削れてる。
いけるいけるいける、これならいける、これならエイムが下手くそな僕でも倒せるぞ。いけ、よし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 、もう半分削った。あ、いけるいける、やったぜ。さすがゲイ、さすがゲイ。なんて汚い実況なんだ、とても汚らしい実況だな。これ最終回としてだいぶやばいんじゃないか、滑舌が。病み上がり撮るもんじゃないだろ、最終回なんて。なんで俺撮ってしまったんだろう。すごい後悔の念とともに僕はエンダードラゴンをうまいこと倒していく。さあ行く、ちょっと待って、やばい。待って、最後の最後になんかちょ意味なく跳躍のポーション飲みたくね。オッケーオッケーオッケー。意味なく跳躍のポーション飲んで、飲んで、こっからゲイの意味でジャンプしながら撃つみたいなね。跳躍のポーションなかったら勝てなかったわ、みたいな、そういう演出を出していきたい。おらおら、待って、あと2発ぐらい倒せるんじゃない、つうか。よしよしよし、いける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 、あと一発、いけ、オッケー、待って、まだか。まだかまだかまだか、とどめ。いけ、ちょ、かっこつかねえ、オッケー、よーし、決まった。いや、最後の最後はなかなかかっこよく決まったね。ごめん、なんでもないです。はい。いやー、終わった終わった終わった。だいぶ長かったような気がしないわけでもないんだけど、こんな短期間にエンドラ2回も倒すと思わなかったぜ。これさ、え、こんなとこにさ、なんか埋まるもんだったっけ。とりあえずちょっと、せっかくなんで卵を取ろうかなと思うんだけど、卵ってさ、どうやって取るんだっけ。卵取って最後終わりにしようかな。確かこれあれだよね。なんか2マスぐらい、ここだよね。ここに、下に松明を置いて、ここにやると、取れるみたいな、そういう感じだよね。オッケー。よし、というわけで、ドラゴンの卵を手に入れたということで、この実況もね、完全に終わりだね。というわけで、ガラス玉の世界でサバイバル最終回終わりたいなと思います。この動画楽しんでくれたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。次回のシリーズは、まあ、四角の世界、ガラス玉の世界、丸だね。丸ときたら、まあ、次はね、まあ、三角でしょうね。そんなハイフワールドあんのかな、わかんないけど。まあ、多分なかったとしても、何かしらのシリーズはね、また続けていこうかなと思います。はい。というわけで、終わりたいなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。また次回のシリーズ始まったらよろしくお願いします。それでは、じゃねばい。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくだぜ。説明欄にサブチャンネルや Twitter もあるので、そっちも登録してね。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃねばーい。その色や。絶対ここまで見てるやついねえよな。